おい、スタート。監督の太です。今、早い時間です。今日は、10月15日の朝8時47分です。で、もうちょっと病人になってから、もうすごい早起きしてるんで、で、朝からまたネットを見ていると、なんと、あれ持ってこなきゃ、ちょっと甘口やった。やばい情報が飛び込んできたので、急遽この、YouTube を撮っています。ちょっと、衝撃的な、ちょっとこれ、だいぶ心配なニュースが飛び込んできたのでね、急遽撮っています。タイトル読みますね。令和新選組山本太郎代表は緊急入院、告示日の第一声を中止。これは何新聞？これは毎日新聞ですね。毎日新聞の記事に出てます。まあ、他にもたくさん出てるんですけれども、いや、ちょっとこれは、びっくりして。実は、今日、どこだっけ、新宿と、どこだったか、東京都内で、太郎さんの凱旋がある予定だったんですよ。で、僕もだいぶ体調が良くなってきた。まあ、ちょっとここ数日また調子悪いんで、と思ってたんだけど、なんとかカメラ持って行って、いつものように応援したいなと思って、で、今もう都内からすごい遠いところに住んでるので、もう泊まりがけで行かなきゃいけないような状況なんですけれども、で、もう宿も調べて、で、朝からね、宿を調べて、ジャランで調べて、もう安いとこ探して、で、あと、通園東京行った時にできる仕事もあれしてとか思って、で、カメラも用意してとか思っていて、で、よし、この、で、ある意味今日からスタートじゃないですか。もう書いてたっけ？告示日なんだ。うん、なんで、で、これはちょっと一発その第一声を取りに行って、で、また配信して応援しようと思って、でも計算して、も場所も調べて、で、お手伝い来てくれる、人も、友人も声かけて、していたら、でも、よし、決まった、このホテルだと思って、ここなら安いし、で、まあ、今ね、僕、目がよく見えないし、杖ついてるんで、あんまり満員電車で移動とかできないんで、まあ、そんな話はどうしてもいいが。で、とにかくし全部調べて、もう、なんていうかな、予約しようかと思ってる時に、ちょっと、ツイッター見たら、そのニュースが流れてきて、と思って、まあ、よりによって、まあ、久々に僕も、令和の応援に、行く日に、よりによって、ね、僕が倒れてたのに、今度、太郎さんが倒れちゃったっていう、いや、どうなのよっていう、まあ、すごい心配をしていて、で、それでちょっと、朝からこの YouTube を撮ってるんですけれども、まあ、事情が知りたいですよね。例えば暗殺未遂とかだったら、いや大変なことだし、それで、ちょっとね、いろんな情報を調べようと、して見てみたんですけど、そうすると、なんだっけ、その中にはね、この間の報道ステーションかな、なんかの、出演の時に、まあ、これ一般の方が発信してる、ツイート X ですけれども、ウクライナ戦争のことについての真相を太郎さんがバラしちゃった。まあ、知ってる人はみんな知ってますよね。あれ、ロシアが攻めてきて、で、ウクライナが最後まで戦うって言ってるっていうことじゃないですよね。テレビ新聞は絶対言わないけれども、知っている人はもうその真相を知ってるっていう。で、それをなんか太郎さんが、バラしてしまったみたいな。これちょっと確認してないんで、僕も。後で、その報道ステーション、昨日の撮ってあるんで、報道ステーションだったと思うんですけど、僕もね、今、僕は、脳が今、もう、脳梗塞で一部死んでるのでね、記憶力とかちょっと考える力めっちゃ弱いんで、間違ったこと言うかもしれないですけれども、それを後で確認しますが、という、まあ、
記事というかツイート X が流れていたりしたんで、それやばいよな。だからそれを聞いたそのある種の人たちがあいつやばいなと言ったかもしれないっていう。まあなんかそんなこと言うとなんか007かなんかスパイ映画みたいに思うけれども、あ、まあ実際そういうことありますからね。だってあの人、まあ、またこんなやばいこと言ったら問題だけれども、あの人もあの人みんなが知ってるあの人も、まあプーチンさんと結構仲良しっていうか、まあ、交流があったので、その戦争を止めようとして、いろいろ、動きをしていたためにという、話がありますよね。なんかこれも噂とかなんとかじゃなくって、かなり、信憑性のある情報がたくさんあってね、だからあの人が、そういう団体でひどい目に遭った人がや、まあ、実行犯かもしれないけれども背景はそうじゃない。だからこれでそうか、喋るのは絶対やばいからもう喋ってないかもしれないけど、書いたりはみたいな、 Facebook に書いたりはしたんですけれど、まあ、あまりにもおかしなことがある、そういうことがあったんで、太郎さんもそんな風に、まあ、同じ背景ですからね、同じあの国のことを、指摘してたんで、いや、これはその可能性あるなぁと思って、すごく心配で、で、ちょっといろんな人たちの発信を、まだ今、8時台なんで、もっとこれからいろんな情報が出てきたときに、ああ、よかった、安心したっていうことになるかもしれないけど、まあ、現時点での、情報で見てみると、長谷川由紀子さん、令和新選組の長谷川由紀子さんがこんな、ツイートを出しています。 X で発信しています。デモ、凱旋、おしゃべり会で全国を飛び回っていた山本太郎代表、少し体を休めてください。今日から私たちが山本太郎代表の分まで令和新選組の経済政策を訴えますというふうに書いてある。だからなんとここからすると、まあなんていうかな、ある意味過労、まあ僕も過労でね、本当に3ヶ月ぐらい寝込んだり、するんですけれども、本当働きすぎると、もう真剣にやりすぎると1年ぐらいも休まずに働くとね、やっぱ過労で倒れても本当に体の機能が低下するんですよね。で、友達にそう言ったらさ、いや、そんなことありえんのとか言うけど、そういう人絶対真剣に 100% の力使って仕事したことない。いつも 40% の力でしか会社で働かないってやつなんでね。やっぱりそれも大切だなと思うんだけれども。で、僕も 100%、120% で7人分映画作るときに仕事するんで、終わると毎回過労で倒れて、もう本当動けなくなるんですよ。もう自分の意思じゃ動けなくなるっていうことがあるんで、まあ、太郎さんも見ててね、あの人も本当によくやってるんで、だってこの間からだってその、日本海側の地震何回も、ね、視察に行ってるし、で、今回の選挙のあって、いろいろ公認もしなきゃいけない、応援演説もしなきゃいけないっていうね。で、演説とか、行ったらね、太郎さん3時間ぐらい喋ったりするんですよね。まあ、以前も毎回言ってますけれど。っていうのは、まあ言えばコンサートを3時間するようなもんなんですよ。で、普通コンサートも例えばアイドル歌手とかって、まあ、アイドル歌手最近ないか、1時間半ぐらいしてアンコールして終わりぐらいなもんなんですよ。2時間やったらもうヘトヘトになるんですよね。だから何て言うかな、僕もコンサートよく行きますけれども、その意味で誰だブルース・スプリングスティンとかね、スプリングスティンでもね、当時4時間半のコンサートとかやってて、観客の方が疲れてきて、いやボスもういいよ、もう終わりにしましょうぐらいな言ってるのだから、あくらーとかってやって歌い続けてたら、まあ、40代、だったし、で、ミック・ジャガーとかね、ローリング・ストーンズとかだって2時間ぐらいもう50代でやってましたよね。っていうのはもう彼らって体にものすごい気をつけてね、もうちゃんと、お医者さん、専門医、じゃあ決まったお医者さんがいてもチェックして、食生活とか気をつけて、昔はなんかやばいものいっぱいやってましたけども、そんなのも何十年も前から一切せずにジョギングして、だからミックも、それからポールも今80になりましたね。80、ポール81とか2かもしれない。
っていう、それでも元気にまだコンサートやってられるっていうだけれどもね、いや、やっぱりね、ほんと大変だし、で、まあ、太郎さんの場合は、凱旋をコンサート3時間ぐらい喋りますからね。だとしても、その他にもやることがいっぱいあって、ね、ミックや、キースは、コンサート終わったら、ホテル行って、ビール飲んで、ちょっともう頑張ろうか、って言うけど、太郎さんとかでそっからまた打ち合わせてたり何したり、で、こう一人になって、多分ホテルで部屋帰ったから、このツイッター発信したり、あれこれ勉強したりとかしてってね、倒れない方が欲しい。だから、まあ、僕もね、まあ、そういう高いレベルじゃないけど、映画作る時に本当にもう、ね、監督業だけじゃなくて、もう脚本も書くし、制作もするし、制作休めもするし、宣伝もするし、で役者もね、そういういろいろ説明して、ね、打ち合わせしたり、スタッフと打ち合わせしたり、ロケ先の今度また交渉したり、根回ししたりとかっていうやってると、もう本当終わると、あれですよ、いつも言いますけど、力士とおる、明日の将来、終わったって言って握手しようとしたらそのまま倒れてっていうことが何度もあって、もう実際終わるたびに、3ヶ月組んで、で、そんなことを僕は17年も続けてたんで、とうとう体が壊れて、脳の一部が死んで、心臓機能がもう 20% 低下して、あとどこ悪かった、目も半分失明して、もうね、体ボロボロで、もうここ1年半闘病生活ですけども。まあ、僕はもう今もう60代で、太郎さんもうちょっと若いんで、50になったかな、どうかな、っていうところだけど、それでも一緒で、僕も40の時から体で倒れてましたから。だから、その可能が一番可能性って高いし、このウイコさん、長谷川ウイコさんが見ると、そういうふうな大変なことじゃないんですよ。多分令和の人だから何らかの公式な、連絡が来てると思うんですよね。こう推測とかじゃなくて、だから、私たちが頑張りますから、ゆっくり、少し、体を、休めてくださいっていうふうなコメントになってると思う。まあこういうことが、まあ背景だとしたら、真相だとしたら、まあ一安心だけど、心配は心配だけど、まあ一安心、なんかね、そういうこういうゴルゴ13に狙われたとか、なんか毒盛られたとかいうこともあり得るなと思ったんで。で、だから日本でそういうふうなことを言うと、なんか映画のあれみたいで、ね、すぐ陰謀論だとか言うけれども、実際そういうことありますからね。だって、ケネディ親子じゃないわ、兄弟と、ジョン・ケネディと、ロバート・ケネディは実際に、暗殺されてるわけですよね。で、さらにその犯人も、ケネディ、兄貴の方は、オズワルドが犯人だと言われてるけども、非常に怪しい。うん、で、もともとどっかの国じゃないや、組織の、工作員もやってたような人ですからね。で、そう。で、それもその後すぐにまた彼も、ジャック・ルビーっていうのに撃たれて、でもジャック・ルビーとはなんか仲良くしていたっていうね、その辺言い出すと全く説明が大変なんで、で、真相わからないまま。でも彼があのね、教科書ビルから撃てるだろうかっていうね、それもカルカーノっていうイタリア製のね、古い銃でっていう風な疑問があって、きっと違うね、理由がある。で、ロバート・ケネディもそうですよね。ロバート・ケネディも、ロサンゼルスの、アンバスターホテルっていうところで、そういう大統領選出ますって言って、なんか食堂のご飯作るところ、キッチンを抜けて、まあ、人がたくさん来てるので、抜けて、裏から出ようとしたところを追いかけてきた男に、撃たれて暗殺されたんですよね。それがね、サーハン・サーハンと呼ばれる人間で。で、作家の落合信彦さんが、2029年の真実だったかな、39年、それで、書いてますけど、インタビューに行ってるんですよ、その刑務所まで。した時に、なんか明らかにやっぱり催眠状態、なんていうかな、されていたことを、そういうお医者さんかなんか専門家も連れてったら、もう明らかにそういうのかかりやすいタイプだっていうふうなことを言ってて、だから、ね、さっきのこんなこと、こんなやばい話してたら、絶対、されるだと思うんだけれども、だからそういうふうなダミーを立てるんですよね。あ、おかしなやつがあんなことしたんだって言って、で決してそのね、
性的であったりとか、なんかそういう組織がやったとかっていうふうには出てこないですよね。なんかこのね、何年か前のあの事件もそうで、なんか宗教団体の人って言った時に、ああとか思うんだけれども、おかしな点がたくさんあるっていう、いうふうな、そういうものを考えてみる、そういうふうなことって、やっぱり政治の世界でやっぱりたくさんあるんで、だって誰だっけ、黒人の、なんていうかな、活動してた人、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアも暗殺されてますよね。だからなんか新しいことをしようとしたり、その過去のそういうふうな歪んだ価値観を壊そうとする人たちって結構そういうふうな目に遭ってることがやっぱり多いんですよね。でそれはまあアメリカはだからねとか思うけど、まあ、日本も同じで、まあ、それが表に出てこないっていうか、別の事件として、認知されてるようなことが多いので、どうなるかわからないっていう。で、まあ、人のこと言えないし、そんな超大物じゃないけれども、まあ、僕でさえ結構いろんな人に心配されて大丈夫ですかとかって言ってで言われるし、で、ね、ある日突然こう電車乗ってると、あこの人痴漢とかって言われて冤罪で逮捕されて、わーっとそれマスコミが報道して、あいつは信用できないみたいにして葬る手っていうやり方っていうのもあって、それでやられた人たちが何人もいますよね。こうなんかある政府を批判していてる評論家さんとかで、まあ、僕の場合は何かって言ったら全然知名度ないんで、なんていうか、それでそういう手でこう社会的に葬るって、もうすでに葬られた状態なんで、これ以上葬るわけにはいかないっていう。であと大手と仕事してないから圧力かけて、あもうね太田君来週からはいいよって言って、ね、ちょっといろいろ会って君に仕事を頼めなくなったなみたいなことっていうのもよくある話で、例えばそれが社員であったらね、このね編集長この記事出しましょうって言っても上から指示が降りてきて出せなくなってしまうっていう、いうふうなことで辞めてフリーになってっていうふうな、なんていうかジャーナリストの人いますよね。だから実際、僕の、以前の映画 でこの取材しようと言ってくれた、ある大手新聞の記者さんがいたんですよ。まあ、前も話したけど、一切マスコミ、どの会社も大手、テレビ、新聞、雑誌、一切無視でしたからね、これ。やっぱり、やばいんですよね。で、その時にその一社その大手新聞社の記者さんが取材したいって言ってきてくれて、ああ、この人来んじゃんって、まあ以前の映画も応援してくれてたんで、それが当日になって、監督すいません、やっぱ上から OK が出なくてダメになりましたって言って、やっぱり圧力かかってね、もうそういうの触っちゃいけないっていうことがあったりして、まあそれでもね、あでもその時にもね、太郎さんがそれを映画見てくれて、発信してくれて、で、令和新選組の人たちもね、たくさんの人が見て、レッドウルフさんも見てくれたし、ひらがな5文字でよだかれんさんも見てくれたしっていうね、で、そんな風にして応援してくれて、やっぱり本当に真実を伝えようっていう、大切なことをしようっていうのが令和新選組なんでね、絶対いろんなね圧力やなんかかかってると思うし、邪魔は入るし嫌がらせは来ると思うので、だからちょっとね心配っていうかだいぶ心配で、もう一つにはね、もう一つにはね、ちょっと大きな声であんまり言えないって言いながらもうすでに何回か言ってるんですけれど、今回マスコミが令和新選組をすごく扱ってますよね。それこそニュース23とか、報道ステーションとか NHK とかがに令和の、候補者あるいは太郎さんを出して全国ネットで放送してますね。こんなことなかったですよね今まで、この令和新以来終わってからインタビュー放送するっていうね、ニュース23のそういう事件もありましたよね。小川さんがキャスターの小川さんがぜひ放送しますよって言ったのに結局は OK しなかったっていうことはあるけれども、この選挙前にテレビにこれだけ出てっていうことってかつてないんですよ。っていうのは例えば、テレビ局がいやテレビ局もねだんだん気づいてきて、やっぱりレアもやっぱりねちゃんと報道しなきゃいけないっていうの気づいたんだよと思う人もいると思うけどね、マスコミなんて利害だけですからね。そんな両親のに従ってとかって絶対ありえないと思う。なんかの理由があるんですよ、出さなければならない理由。
だからすごい人気出てきてね、読者がたくさん声が来てっていうこともありますよ。昔 NHK の朝まで討論じゃない、NHK 朝まで討論です、NHK の、 あの党首討論から番組に、小沢一郎さんのところの頃の、自由党、自由党前の時ですが、太郎さんがいた頃とか出さない、もうね、その要件が整っているのに出さないことがあって、小沢さんも太郎さんも何度も NHK に抗議して、で、その視聴者からもすごい抗議が来て、ようやく出すようになったことがあるんだけれども、まあ大体テレビって体制よりですから、まあまあ僕もね、この映画で思い知って、あのね、前作の、沖縄、ドキュメンタリー沖縄戦、戦前の話はもう本当に大手新聞テレビみんな紹介してくれたのに、戦前戦中だけど戦後現在の話やると一切ゼロだったってことはもうみんな言わざる見ざるで、いろいろやっぱりねややこしいことがたくさん裏にあるの でそういうことに触れたくないからってので報道してくれなかったみたいなのがマスコミですよね。でそのマスコミがなんで今回令和新選組をこんなに紹介しているのかっていうのがね疑問で、まああんまり言うとまたもうやばいので、でもまあの力があったり、まあ何らかの理由で、した時に敵対勢力の人たちがやばい、このままだと令和大量に統制してしまうぞ、そんなことしたらやばくなるからということで、ちょっと投資をっていう風なことでなんか狙われて、まあ日本だからねってことはないと思うんですけれども、でもいくらでも方法ありますからね。オウムが使った手もあるし、なんか毒混ぜるとかっていうのもあるんで、でそういうのもね絶対ありえることだと思うので心配なんだけれども、でも、ただねちょっと本当にシビアに考えて、一時期令和新選組作るっていうか、まあ選挙に出る前の太郎さんが、高人さんの番組、屋敷高人の番組に出た時にもう本当にやばいんでっていう風な話をしたことがあるんですよ。でそれは大阪でしか放送されてない、東京でその高人の番組、やってたんだけれどもその回だけ放送されてないんです、太郎さんが出た時だけで。あの頃が僕もちょうど僕の映画出てもらう前だったし、ずっと注目して僕も原発問題にすごく関心持っていろいろ追っかけて、そういう映画作っちゃったぐらいですからね、調べてた時に、その時にやっぱり身の危険を感じることが多いっていうのはよく言っていて、でだからずっとねツイキャストでねビデオで僕の映画来てくれた時もその人も来て、僕が太郎さんのそういうふうな、活動アクションを見に行った時に必ず撮影してるんです。でそれ何でかって言ったら、やっぱそれによって何かあった時に証拠が残るっていう、僕のその朝日が当たる家の舞台挨拶をお願いした時に表でその映画館の前で待ってたんですよ。で今日太郎さん何時行きますとかって言ってくれた。で来る時にその来る途中もずっと撮影してるんですよ。だから途中で何かって、だからあの時太郎さん確か言ってたけど、鎖片びらじゃないや、なんていうかな、防弾チョッキ着ていた、防弾チョッキだったと思うんだから、で、つまりこう刺されたりした時に奥まで刺さらないような、鎖片びらってそれ重いよな、防弾チョッキだと、まあ日本は銃で撃たれることは少ないと思う、ないとは言えないけれども、なんかこうでそれも別に暗殺団がやってくるとかじゃなくって、あいつ何偉そうに言ってんだよとかっていうなんかチンピラみたいな人たちがちょっとビビらしてやろうとかっていうことで来ることもあるので、それ一時期ねずっとそういう、防弾チョッキ着てたんですよね。でそのずっとツイキャストしながら映画館まで来て、それで見た時に、あ、太郎さんどうも今日よろしくお願いしますとかって言って、あれ一緒に舞台挨拶させてもらったことがあるんだけれども、いや本当に命がけで、でただねこれ変な話だけど安心材料なのは、有名になりすぎて、でその時も僕はどっかでその話したんだけれども、暗殺されることはないと思ったんですよ、半原発の時に。っていうのはそこで本当に、まあ、嫌な話ですよ、そういうことになったら逆に神格化されて、そういう反原発グループのもう何て言うかな、教祖になってしまうから、
それによって原発反対の運動がさらに盛り上がるっていう。だから、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアもそうでしたよね。で、そういう敵対勢力っていうのは、その人をというふうによく思われる映画なんかであるけど、そうしてしまうとその人が神格化されて、さらにこの支持者が力を増して頑張っちゃうんですよ。だからそういうふうな本当に大切なことを言う人とか、はそうじゃなくて貶める作戦でいくんですよ。だからさっき言ったように痴漢、冤罪で痴漢に仕立てて、あの人いいこと言うけどそんなことする人だったんだ、ああ失望したとかっていうことで、社会的に葬っていくっていう風なやり方をする、例えばなんですよ。だからそういうなんていうかな、ゴルゴ13雇ったりってことはしないと思うんだけれども、でただでも、なんていうかな、何か事故に見せかけてとかね、毒を盛るとかいうふうなことはまああるかもしれないけど、でもそこでね、なんかこう大変なことになったら、昔あった尾崎豊かって歌手のが大怪我して、そういうステージの上から飛び降りて足折ったっていうことがあって、でそのことで、いやバカじゃないかとか思うんだけど、そのことで人気出ちゃって、人気上がってたんですけど、そこでまた爆発的に人気出てしまって、で卒業って歌のプロモーションビデオでこうスエスエっていうか、こう松葉つつけながら歩いてるシーンがあったりしてっていうね。だからそういうことがあるんで、イメージダウンさせることは難しいんですよ。で、できるんだけれども。でも今回病院入院したってことは、でもそういうことで、よし、タブさん頑張れとかね、負けるなとかね、もう復帰するの待ってるぞとかって言って、また期待分になってしまうから、逆効果のこと、それもこんなもう選挙始まるも初日ですからね。っていうふうに考えると、本当になんか、体調不良、体調不良。で、まあ僕ももう何度も経験してるけれども、過労で。だから、過労死って、だから心配なのは今度、過労死っていうのは、もう元気でも、こう、気が張ってるとね、もう体ボロボロ疲れ切ってても、なんか普通にやれるんですよ。で、例えば、そのもう、バリバリサラリーマンの、猛烈サラリーマンのお父さんが、よし、じゃあ今日行ってくるよって言って、奥さんが行ってらっしゃいって言って、電話かかってきて、旦那様が亡くなりましたとか、今朝元気に行ったのにって言うけれども、精神力で支えちゃうんですよ。だから僕も撮影終わって編集終わって映画公開されるまで持つんですよ。途中であんまり倒れない。そこで終わったと思ったらもう力士通りに倒れてって、3ヶ月入院はしなかったけど倒れて、で挙句の果てにこうね、体ボロボロになってもう入院して、ね、手術までして1年前の今日明後日ぐらいかな、入院してまた手術する、彼手術2回目の手術から1周年記念なんですよ、もうすぐ。みたいなこともあるんで、だから、まあ、それはそれでまた、ね、太郎さんも頑張り屋さんでね、そういつも笑顔で冗談言ったりしてるけど、もう絶対体ボロボロだと思うんですよね。で、責任感強いし、真面目だしっていう。で、まあ、昔サーフィンしてて体鍛えてるとはいえね、ここしばらくそんな、そういう余裕もないだろうし。だから、それで体を壊して、入院した。というふうなところが、まあ、一番、本当かなと僕は推理はするんですけれども、でも心配。で、まだ今早い時間なんで、情報も入ってこないけれども、まあ、いろいろね、情報入ってきて、何？それやばいみたいなことが入ってくるかもしれないけれども、今の状況、だからもう映画なんでね、シナリオも書いてるし、やっぱやれる方考えて、だから僕が、脳梗塞で、なので、ね、入院した時でも、多くのサラリーマン友達とかっていうのは、太田は、絶対、なんていうかな、僕が病気になって倒れるっていうのは想像できない。で、もう本当も真剣なこといっぱい言ってきたり、なんて、声が元気そうだから大丈夫ではないとかって言ってさ、いや、風邪じゃないんだからっていうふうなことで、だから多くの人ではそういうふうに、結局、大したことないんだよみたいなことを思いがちだけれども、映画屋なんでね、ありとあらゆる、こう、ありえないことまでやっぱりありこれ考えて心配するし、そういうことが実際政治の世界ではありえるので、ね、テレビや映画見ていて、そんなね、暗殺とか、殺し屋とか、そんなものいないんだよとかって言うけど、実際、ありますからね。
というふうなことでね、かなり心配なんですけれども、まあちょっとできたら本当に本当今日カメラ持って応援に行こうかと思ってたんでね、まあちょっとまた、で元気にならない、もうその選挙期間中ずっとあれかもしれないけれども、もしかしたらその選挙期間中応援演説をさせないためのっていうね、暗殺しないまでもというふうなこともありえるようなというね、まあ、あるけれども、まあ、他の皆さんもね、皆さん頑張ってるし、もう知名度高い人たちたくさんいるんで、ちょっとそういう人たちを僕も今回応援させてもらおうかなと思ったりしております。ちょっと心配、ちょっとだいぶ心配ですが、また、いろんなこと話していきます。